父岡古墳は、大阪府堺市堺区石津町2町に所在する、前方後円墳。モズ古墳群を構成する古墳の一つで、国の史跡に指定されている。モズ古墳群内の最も南西部の海岸部に近い、標高6メートル前後の地盤に位置しており、前方部を南西に向けている。昭和初期に、前方部の大半が削減され、失われているが、元は、 全長155メートルある大型の前方公園墳と推測されている。公園部は一部改変されているが、3段に築かれ、直径94メートル、高さ14メートルの規模で残る。元は集合を有していたが、現在は埋め立てられている。公園部西部の発掘調査では、約30メートル幅の集合が確認されている。 公園部の墳糾場に、元六十六年に、石津太志神社の神宮寺、念仏寺が建立され、お山の寺と呼ばれていた。工術の発掘調査後、移転した。墳頂部の平坦面は広く、また、石棺の位置からすると、本来の墳頂部ではなく、寺の建築時の造成により削られたと考えられる。中心部付近に高まり部分があるが、 公園部の最上段の名残と考えられる。近世の記録、泉州市によると、前方部の南方の高さが島、公園部の北峰の高さが七間と記され、また、のみのクネ、ね、もしくは、土屋村の墓と記されている。1972年に内部構造の確認のため、公園部で発掘調査が行われており、運休には吹石があり、 埴輪が立てられており、公園部中央で粘土で覆われた長持ち形石棺が確認されている。石棺の特徴としては、外石、底石、四辺の側石の6枚の部材で構成され、平らな遺体紙を使用した組み合わせ式である。石材は、これまで高質な泉砂岩を用いられていると考えられていたが、遺体紙の表面に残る。 ノミコンから推測すると、比較的柔らかい石性であると考えられている。外石は、かまぼこ状に膨らみ、外石の長さ86センチメートル、幅75.3センチメートルで、同規模の他古墳から出土した長持ち形石棺の大きさと比してかなり小型である。そのため、墳球長155メートルの古墳の石棺としては、不自然であるため、 中心埋葬の石棺ではない、もしくは、長持ち形石棺の初言形態との考えも、一行すべきである。石棺周辺の粘土内から、壁玉製クワガタイシ個体、同社輪石十八個体、池一個体などの石製の腕悪いが出土している。また、集合の発掘では、ヒレ付けハニワなどの少量ではあるがハニワが出土している。 確認のための小規模な調査であったので石棺の内部は調査されず埋め戻された。出土遺物、立地、形状、石棺などから4世紀末頃の築造と考えられ、モズ古墳群では最も時期の古墳である。石棺は埋め戻されているが、車輪石などの腕は形石製品は堺市博物館で展示されている。古墳の規模は次の通り。主石。 モズコ墳群を構成する19個分のうちの一つとして史跡に指定されている。ありがとうございます。